きました、はい、エルベガーデンのワナビーというこの楽曲、うん、ワナビーワナビーということで何者かになりたい、そのなりたい人の名前がいろいろ出てくるんですけれども、はい、うん、まあ、日本人の名前が一人出てくるということで、そのお名前は一体誰なのかということで皆さんに考えていただきました、うん、答えいただいてます、こちらはおくまさん、はい、入れない赤塚陽太郎急だったけん、びっくりしたけど、なになにさあ、そしてこちら、味噌天神スキャンダルさん、門馬亮、いや、やりたいのかなわなびー、門馬亮、わなびー、わなびー、門馬亮出るわけないじゃんこれがあんの季節さん、江戸時代、ゴッホも憧れたというヒントからこの人に来ました、葛飾区公園前派出所の